なんでこんな時に体調悪くなるんだと思ったこと。東京都足立区朝顔さんの、なんでこんな時に体調悪くなるんだと思ったこと。レナ、早く。お腹すいた。ちょっと待って。同僚と焼肉へ行く時。予約ってしてるんだっけ？6時にしてる。頭痛がひどくて。ごめん、なんか体調悪くて。みんなで行ってきて。と断って帰ったら、翌日。どうしたの？あ、昨日焼肉屋でさ、ロケしてて、タモリさん写真撮ってもらっちゃった。え、タモリさんと会える機会を逃したこと。大阪府大阪市パナさんの、なんでこんな時に体調悪くなるんだと思ったこと。スカイ普段は至って元気な夫だが、結婚前、私の誕生日に。え、どうしたの？なんか腹痛くて腹痛になり、両家の顔合わせでも風邪をひき、あらもう元気な赤ちゃんね。あなた、生まれたわよ。大事な日に限って体調を崩すこと。ということで、なんでこんな時に体調悪くなるんだと思ったこと。